日本のファンタジスタ、小野伸二引退。サッカー J1 北海道コンサドーレ札幌の小野伸二が、背番号と同じ44歳の誕生日を迎えた27日、今季限りで現役引退すると発表した。日本サッカー界に多大なる功績を残した小野伸二の歴史を振り返ろう。経歴、5歳で今沢サッカースポーツ少年団でサッカーを始め、沼津今沢中、清水商業を経て、98年浦和入り。1年フェイエノールトに移籍し、6年浦和復帰。8年ボーフム、10年清水、12年ウエスタンシドニー、14年札幌、19年琉球へ移籍し、21年札幌復帰。J リーグ、98年3月21日 J1 第1節市原戦でルーキーながら開幕スタメンとしてデビューし、同25日第2節横浜フリューゲルス戦で初ゴールを挙げる。同年 J リーグ新人王とベストイレブンに輝く。通算292試合38得点。代表歴、98年4月1日の国際親善試合韓国戦で A 代表デビューし、10月14日アジアカップ1次リーグ第1戦サウジアラビア戦で初ゴール。国際 A マッチ通算56試合6得点。ワールドカップ、98年フランス大会1次リーグ第3戦ジャマイカ戦で日本代表史上最年少の18歳272日で初出場。2年日韓大会、6年ドイツ大会の3大会連続で出場。黄金世代、小野や稲本、高原ら79年生まれの選手たち。94年 U16 アジアユース選手権カタール大会優勝や99年 FIFA ワールドユース選手権ナイジェリア大会準優勝など。主なタイトル、フェイエノールト時代の2年に UEFA カップを制覇し、日本人初の欧州タイトル獲得。浦和時代の6年シーズンに J1 天皇杯優勝。最年長記録、21年6月21日天皇杯2回戦札幌対ソニー仙台戦で先発し、ゴールを決めた。41歳255日は大会史上最年長での得点。大怪我、99年のシドニー五輪アジア一次予選フィリピン戦で悪意に満ちたタックルを食らい、左膝靭帯断裂という重傷がその後のキャリアにも大きな影響をもたらすことになってしまった。小野は怪我から復帰した後も、感覚の違和感は拭えなかったと吐露している。小野はサッカーと出会い39年間もの間、僕の相棒として戦ってくれた足がそろそろ休ませてくれというので、今シーズンを最後に、プロサッカー選手としての歩みを止めることを決めましたと引退を報告した。ついに引退か。お疲れ様。やめないでほしい。小野伸二は正真正銘の天才。黄金世代もあと稲本だけに、レジェンド引退か。この時が来たか。怪我さえなければの代表格。小野伸二、日本サッカー界に感動をありがとう。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。